1988年ソウルオリンピック。1988年ソウルオリンピック。1988年ソウルオリンピックは、1988年9月17日から10月2日までの16日間にわたって、韓国の首都ソウルで開催されたオリンピック競技大会である。一般的にソウルオリンピックと呼称された。 第二次世界大戦後に建国された新興国で初めて開催されたオリンピックであり、1964年東京オリンピックに続き、アジアにおける二度目の賭けオリンピックである。朝鮮戦争で荒廃し、北朝鮮との分裂国家となった韓国が経済的に復興した象徴的な出来事として捉えられている。韓国では開催年にちなんで88、 パルパルオリンピックとも呼ばれた。ソウルオリンピックは、前回の1984年、ロサンゼルスオリンピックでは、東側諸国が、前々回のモスクワオリンピックでは、西側諸国がボイコットしたので12年ぶりにアメリカとソ連の2大国が揃った、もうした試合となり、その後の冷戦終結とソ連解体によって、この大会はソ連とほとんどの東側諸国にとって、 最後の参加となった。モスクワ・ロサンゼルス両方をボイコットしたイランも12年ぶりに化し、1976年モントリオールオリンピックでは南アフリカの参加をめぐって多くのアフリカ諸国や中華人民共和国も中華民国、台湾の参加をめぐってボイコットしていたため、ほぼ全世界の国と地域が参加したオリンピックとしては、 1972年ミュンヘンオリンピック以来16年ぶりとなった。なお、分裂した一方の北朝鮮は参加していない。ソウルオリンピックの2年前には1986年アジア競技大会がプレ大会として開催された。ソウルオリンピックの開催は1981年9月30日、西ドイツのバーデンイコールバーデンで開かれた第84次。 国際オリンピック委員会総会で決定された。日本の名古屋市も開催を求めて立候補し、当初は優勢との見方が強かったが27対52でソウルに敗れた。名古屋市の招致活動については、名古屋オリンピック構想も参考のこと。英語版と韓国語版を男女混成コーラスグループが歌唱した。作詞、トム・ウィテロック、英語詞、キム・ムノアン。 韓国語詞、作曲、ジョルジオ・モロダー、ジョージオ・モローダー。日本でも、オリコン用楽シングルチャートで1988年10月3日付から6週連続1位を獲得した。日本人歌手である、杉田二郎、小林明子、鈴木雄大、佐藤畜前、井上大輔によってカバーされ、中西彩が日本語詞を手掛けた。日本版タイトルは、ハンドインハンド手に、手取り、 後に、コリアナは、同じく、韓国で1993年に開催された、大田国際博覧会の公式主題歌、その日がも歌唱した。テニスと卓球が正式競技として採用され、特にテニスは1924年パリオリンピック以来64年ぶりの復活となった。女子柔道、野球、テコンドーが公開競技として、オリンピックで開催された。 女子柔道とテコンドーは初開催。野球は1984年ロサンゼルスオリンピックに続いて2度目の開催。また、女子柔道、野球はバルセロナオリンピック、テコンドーはシドニーオリンピックから正式名となる。その後の東ヨーロッパにおける政治変動のため、ソ連及び東ドイツが参加した最後のオリンピックとなった。また、ドーピング問題に、 本格的に注目の集まった初の大会とも言える。本大会は従来午後から夜間にかけて行われることが多かった陸上競技の多くの決勝が午前中に実施された。これは視聴率を見込めるアメリカ東部のプライムタイムに決勝を合わせるための措置でアメリカのテレビ局 NBC が多額の放映権料を支払う見返りとしてなされたものであった。 2008年北京オリンピックでは、競泳や体操競技で、同様の事象が起きている。現在は、ソウルオリンピック主競技場が残る、他ソウル交通公社4号線東大門、歴史文化公園駅のプラットホームでは、当時の壁画を見ることができる。また、松博の戦士村のあった地区は、大会翌年の1989年に、逸話道、オリュンドン、 という地名が制定された。ソウル地下鉄やその周辺で付けられている駅番号も同時期から行われたものである。ソウルオリンピックでは以下のように主な問題とトラブルが発生していた。開会式ではオリンピック参加の合唱、い脇わ開催国旗形容、開催国である韓国の国会国家の成長、最終聖火ランナーが持つ統治による聖火の点灯、 そして平和の象徴の鳩が飛ばされるという式次第になっていたが、その時聖火台に止まっていた数羽の鳩を聖火で焼いたことから問題になった。本来なら、点火式の後に放つはずだった鳩を先に放ってしまい、何羽もの鳩が聖火台に止まり、ランナーがそのまま聖火を点灯して焼いた。これを受けて、動物愛護団体等の反対もあり、1994年の リレハンメルオリンピックからはそれに変わる形で鳩の映像、風船、着ぐるみ、一文字等で行うことが恒例となった。陸上競技男子100メートルでカナダのベン・ジョンソンが前年の世界陸上ローマ大会で自ら出した当時の世界最高記録9秒83を100分の4秒、短縮する9秒79の新記録で9秒92だった2位のアメリカのカールイスを 数メートル引き離し優勝したが、レース後のドーピング検査で、ステロイド系の筋肉増強剤であるスタノゾロールの陽性反応が出たことにより、ジョンソンは金メダルを剥奪され、ルイスが繰り上げで金メダルを獲得した。なお、ジョンソンの記録については、この大会のもののみにとどまらず、前年記録した9秒83も1989年に取り消された。 ボクシング競技ライトミドル級決勝でアメリカのロイ・ジョーンズ・ジュニアが地元、韓国の僕とキノリから2度のダウンを奪うなど相手を圧倒しながら2から3の不可解な判定で敗れた。記者会見でジョーンズ・ジュニアが盗まれた金メダルを返してくれ。と涙ながらに訴えたことから盗まれた金メダル事件と言われオリンピック史上に残る事件として知られるようになった。 後に調査によって審判員5人のうち、法の勝利とした3人が、韓国側によって買収されていたことが判明したと、国際アマチュアボクシング協会が発表、IOC の会長から、ジョーンズ・ジュニアには、キンダルのレプリカが与えられた。なお、この事件は、アマチュアボクシングの採点システムが変更される、きっかけとなった。ジョーンズには、バルバーカートロフィーが与えられた。また、 韓国の編長1とブルガリアのアレクサンダー・クリストフのバンタム級2回戦は4から1の判定でクリストフが勝利したがこの判定を不服とした韓国側が猛抗議を行い証明の消された真っ暗なウング状では辺が1時間以上にもわたる抗議の座り込みを行った。ラングーン事件や近県機らが大韓航空機を爆破した事件があったがこれらは ソウルオリンピック開催の妨害が目的であったと言われている。北朝鮮は当初、共催を要求するも交渉は成立せず、ソウルオリンピックには地区予選から参加していない。また、そればかりでなく、一般の国民にはソウルオリンピックの存在自体を一切知らせ、買ったことが後に明らかになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。